Welcome to the Gundam Online。 どうもシルビです。またもやテキサスコロニー3本拠地でございますね。使っていこうかなって感じですね。今回はどうなるか。テキサスコロニー3本拠地、まあ、敵もね狙ってくるのが分かっているので、分かっている人は分かっているのでどうしようか考えているんですね。まあ、ただオンなんでね、行きますよ。まあやるべきは B を狙うしかないって感じですね。こう行って、さっきはこう行ってここで潰されたんですけども、こうまあこう行く、それから7から、まあこっちの方が圧倒的に早いんですけど、上はマークしてるやつが多く、2から湧くと上に湧いちゃうので、それを考えると下ルートの方が初動はいいのかなという気がするんですけども、悩ましいところではあります。はい、いきますよ、この目立つ感じ。置いていくよ、お前らを、私を置いていく。スタタ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 、もういいんです、さようなら。スピード大事、スピード大事ね、この差、この距離の差がね、後々生きてくるはずだ。でこっちルート、おい誰で待ってるやつ。ちょ待ちすぎ。この人さっきもいたし。超待たれてる。良くないと思います。いいんです、そうするとここに間に合うんでね。みんな B 行き過ぎでしょ。これがシルビ効果が。ちょっとびっくりしてるんですけど、こいつはめんどくさいんでやっとく。いやいいですね、 B 半分、みんなグッジョブだ。みんなね、突っ込むようになりましたね。やり方が分かったんでね。いやいいじゃないですか、素晴らしいことですよ。それでこそやった甲斐があるというもの。超打たれるんですけど、行って行って行って、まあ、あとは核ですな。いや初動でみんな突っ込んだんでね、いやいいんです、いいんです、完全に私は死んでいいんです。まあ、でもさっきと同じ、さっきの試合と同じ人にね、マークされましたけど、ひどい、ひどいわ。ちょっと北ね、北注意しつつ、北は注意していきたいですな、これな。動けないよ。危ない。ちょっと今焦りましたね。当たっていいな、当たんなかった。残らず消えてもらう。
まあここはね取っとかないとっていう感じはあるのでやるか。え、なんで今の、マジかよ。はあ、マジっすか。なんで今格闘当たったでしょうって、味方に当たったのか、謎ですね。残念。これね、午後3を取らないとちょっときついんじゃないかなという気はしてるんですけども、どうでしょうね。まだ核はないとは思うんですけど、ちゃんと突っ込んでも意識持ってる人突っ込んでくれるんでね。索敵はっていうか引き換えるならやってほしいんですけどね。索敵もうちょい後ろじゃないと、開始を優先させる。やることが被ってて微妙にそのズレがあるっていうのが悲しいでございますな。大理式の限界ですね。やべ、嘘消えちまった。拠点の防衛を優先、連邦に触れてやるものなど何一つない。ここをもらったぞ。さてどうしたもんですかね、ここね。おお、すごいすごい。上に行ってますね。難しいところではエフリートが多いな。撃ってくれていいよ。出させて。回収を優先させましょう。各部隊攻撃を。今が自軍戦略兵器が設置されました。機動隊員運搬をお願いします。それともあのモビルスーツだ。まずいですね。敵の核来てんじゃねえかなっていう感じですね。まあ、チャレンジしますよ。ちょっと敵の呼吸管出されちゃいましたよね。ここは運ゲーです。さあ、レーダーに引っかかった感はありますけれども、行くしかない。わし行くしかない。ふふー、こけませんけどね。あーれ、あーれ敵の核も来てた。あ、これ食らった。残念。チャラいっすな。
ほら出撃する機体を選択してください。3維持してほしかった。3維持してほしかったなり、ちょっと維持が6、3、7って全部取られてるのがまずいですね。ちょっとね維持できてないんですよね。それが今の核につながった部分もありますね。維持できてないですね。超撃たれる。厳しいですね。こうなるとね、あのエースの300分がなければすぐそこ行ったんですけどね。残念、エース出されちゃったんでね。これ敵も来てますよ。今度さっきの逆パターンですね。もうしゃあない、さっきの逆パターンでございました。これもうこの類に波は止められないかなって。敵の方がまとまりがいいんでね、そういうのがある感じですな。仕方ない、流れってのあるんでね。なんすかそれ。って感じですけどね。って感じですけども、味方に、あ、ってか敵の死体に当たってたとって感じですね。お、B に一人行きましたね。 B を割れば逆転できるんでね。わが、あ、だけど X 削られてるからな。初動 B にガッツリ行ったんですけど、あそこ A 行く人も欲しかったですね。だから読まれるんでね、割とね、そこをしっかりと。ここはこれで押すしかないでしょ。もう弾がない。最初の段階でここを取れてないのと、あと中央取れてないの、維持しきれなかったっていうのが敗因かなって感じですね。まあ核は、まあ、あれはともかくとして、それのおかげで戦力が分散されまくってたんですね。だから中央も維持できずにって感じですね。ここ6取っとくとだいぶマシなのかな。せめて3、もしくは3も全然維持できてないので、そういうのがあったのかなという感じですね。ちょっともう、まあただまだわかんないですけどね、B を割れば、B を割ってあとは書くみたいな感じですね。ただゲージが持つのかって感じですね。こっちのちょっと厳しい感もあります。 X 流れてる。ちょっと後手ですね。ファウストナパームですね。あと24秒。出撃する機体を選択してください。3とかっていうよりもちょっとね、押されきってますね。さっきの逆、本当に全くさっきの前回の試合の逆パターンですね。残念、こればっかりは。いや、今回核だったうんぬんではないんですよ。ただ単純にその
維持ができてないんですよね。敵の受けに回ってるって感じですな。ここは食らないんですね、微妙に。うわ、あれ生き残ってんのか。あ、負けちゃった、残念っていう感じ。ノーマルだと火力が若干なかったのかなって感じです、今のね。倒しきれなかった。なんかさっきはキックの火力が少ないような気がするのはバグ、もしかしてそんなバグ、いや誰、割と使ってる人が少ないから案外、案外知られてないのかもしれないですけど。いやちょっとね、まあ流れ全体としてやっぱりちょっと主勢でしたね。お、金もらいましたね。なんで受けに回ったので自利品になってしまったっていう、そんな試合でした。それではですね、まあそろそろコアタイムを外れてくるので今回はこの辺で、終わろうかなという感じです。まだ週の半ば、3月26日7日になりましたけども、ま、もうね、まだ木金と2日間ありますので、今週はこんな感じで、あ、今日はこの辺で終わるんじゃないかなとか思いつつも、結構この後やってたりするパターンが読めませんそれではですね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。